エドモンド・ヒュー・ホジ・キンソンは、イギリスの自転車発明家。現在変速機として知られる機能を最初に発明、宣弁をつけたことで知られている。この特許は1896年に取得され、グラディエント三速ギア変速システムと名付けられた。ザ・パテントアプリケーションに1896、ディスクライブド・ A システム・イン・ウィッチ。 for the purpose of altering the speed of the gearing, two or more opinions of different sizes are p r o v i d e d and arrangements made for shifting the driving chain, from pinion to pinion, the gradient system based, on these ideas was introduced commercially in 1900, the system used to chain, lifters to lift the chain from the sprockets, the cyclist w o u l dozen b a c k ペダル通じ線上でザチェーンアンシフトザ、スプロケットクラスターラターリーツーザデザイアードポジション、イットウッド全ンエンゲージウェンザサイクリストスターティット、ペデリングアゲインツーアラウフォーザスモーラースプロケッツツー、スライドイントゥーザハブ、ザラーチャーギアズワーアウェイフロムザホイール、大きい歯車がホイールから離れていた。エープリオン、エスプリング、 マウンテッドアームアジャスティットフォーザチェーンスラック、ディスシステムワズオリジナリーイントロデュースドインザー1884、パテントオブリンリー、ビッグスタンディー、イン1904、ホジキンソン、ソールドアンインプルーブドバージョンオブザグラジエントデザイン、ツーテレットイコンパニーオブディジョン、フランス、フーワープロデューシング、A バージョンバイ1907。ありがとうございます。